こっからここ行ったら高川が高すぎますがね。もうちょっと中央寄ってくれりゃいいんじゃがの。そがに外側から、まあそっから徐々に行ってくれてもいいけど、やっぱり確保しながらね。しっかり足を置いてから手を動かす。そう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 。よっしゃ。ああ、ちょっと左手を置いとるところがちょっと不安定なね、低いけど。足をちょっと広げて、狭いけ。ロープの真ん中に足を置きなさいよ。いやー、もうなんか、見ちょられんの。あ、じゃあ無理するなよ。左手持つとこしっかり考えて、左手。うわー、体重が重いけの。この今黒いところが3だ。無理するな。無理するな。でしょうか。行くんか。うわあ、落ちるなよ。落ちるな、落ちるな。落ちるなよ。よし。よし、オッケー。あ、ここに来た。うん、うん、よう行った。よう来た。もう足もこれ以上は無理じゃん。ま、そこってよ。
し、やったー、やっほー、やっほーい、やっほー。なんか落ちてこ、これ映してくれ。いやいや、もう映しよるんよ。え、映しよる、ほんま大丈夫。すごいすごい。今日はここまで。ああ、最後のロープ掴むだけ掴んだ。おー、最後のロープ掴むだけ掴んだよ。よし、さあここからちょっとずっと降りんやけ、とにかく地面に焦点が合わんように。両手を広いとこ持ってから行かんにゃいけんぞ。一旦先降りて。うん。一個ずつの、一個ずつ。ほいでしっかり足で安定させてから手の位置を変えにゃいけんのぞ。おまず休みにさえ。ほいでその足をね抜くのが難しいけね。ちーと立ってから足抜かんと難しいかもしれん。そうやって座ってから抜くのは。はい、まああんたどうやって。よし、すごい。気をつけろよ。両手をとにかく広いとこを持って。ほいで、足を、うん。広いとこへ足を一個ずつ。うわー、すごいの、お母ちゃんは。80歳で小柄なんおらんじゃろう。広島県に30人ぐらいしか。よっしゃ、大丈夫。もうそこから落ちても半身不随にはならない。とにかくバランスを崩さんように。両手をしっかり。あなたの強い握力でバランスよく持つんよ。足を同じ位置にするとバランスが崩れるけ気をつけて。とにかく体重が左へ偏ったり右へ偏ったりするのが怖い。OK。あの一段目まで上がったんか。あと3段階あるんじゃのわしは。いや、さすがにあこ行ったら怖いわしじゃ。いや、そりゃ怖い。わしでも怖いのに、あなた。あこ行ったら怖い。あっから上上がろうか思わん。そりゃあなた、あれをね、あと5回もくりゃそれがだんだん慣れてくるんよの。だんだん慣れてくる。夏には頂上に登っとるわいね。
しょうね、それは。よいしょ。よいしょ。よいしょ。どうでしょうかね、それは。上までは行ったんじゃけど、ああそこまで行ったんか。ああ外から登らんにゃいけんのじゃの。よっしゃ。ああそこまで落ちりゃ死にゃせんわい。よいしょ。体重があるけね。うん。もう3キロ痩せりゃ楽なんじゃがね。いやおじゃがすごいわい。80であっこまで行きゃ。あでもあこは私はあっからは。ほんで中央の方から降りていかんにはね、ヘリ行きゃ行こうとロープのあれが、うん、間隔が広いからね、中央から降りていかんと。うん、行けるよ。ゆっくり行けば。よっしゃ。はい。はい、お疲れさん。はい、終わった。はい、命助かった。ありがとう。助かった。よっしゃ。はい、お疲れさん。いやー、また行こうと思わんの。あー、やっぱ怖いね。怖い。